アントレル・ロールは、フロリダ州ホームステッド出身の元、アメリカンフットボール選手。NFL のアリゾナ・カージナルス、ニューヨーク・ジャイアンツ、シカゴ・ベアーズに所属していた。現役時代のポジションは、フリー・セーフティー。マイアミ大学に入学した、彼は1年時には8試合に出場し8タックル、2年時には11試合に出場し、ビッグ・イースト・カンファレンスのファーストチームに選ばれた。 三年時には51タックル、7パスブロック、2インターセプトを挙げた。四年時の2004年には58タックル、6パスブロック、1インターセプトの成績で、オールアメリカンに選抜された。この年終盤、足の負傷により、バージニア工科大学戦は欠場した。この間、ラリー・フィッツジェラルドを3回26ヤード、カルビン・ジョンソンを2回10ヤードに抑えた試合もあった。 カージナルス時代のロール2005年の NFL ドラフト一巡目8位でアリゾナカージナルスに指名された。ホールドアウトを9日間行い、8月9日にカージナルスと6年最大4300万ドルの契約を結んだ。同年9月25日のシアトルシーホークス戦で左膝の軟骨を負傷し、10月3日には手術を行ったためシーズンの大半を棒に振った。 12月11日のワシントン・レッドスキンズ戦で復帰した。2007年プレシーズンに彼は先発ポジションを失ったが11月18日のシンシナティ・ベンガルズ戦でカーソン・パーマーから3インターセプトを奪い55ヤード、54ヤードのリターン TD を上げた。残り1回も71ヤードをリターンしたが アントニオスミスが反則を取られて3、インターセプトリターン TD にはならなかった。この週の NFC 守備部門 MVP に選ばれた。この年彼は、先発8試合を含む16試合に出場し61、タックル、5インターセプト、3リターンタッチダウンの成績を残した。2008年2月にヘッドコーチのケイン・ウィゼンハントによって2008年シーズンから、 フリーセーフティとして起用する予定であることが発表された。この年のプレイオフ、アトランタ・ファルコンズ戦では、ファンブルリカバー TD を上げる活躍を見せ、その後チームは第43回スーパーボール出場を果たしたが、ピッツバーグ・スティーラーズに敗れて優勝はならなかった。2009年9月21日のジャクソンビル・ジャガーズ戦では、 キャライス・キャンベルがブロックした相手 FG のこぼれ球を拾い83ヤードのリターンタッチダウンを上げた。この年4インターセプトでプロボールに初めて選出されるとともにワイルドキャットオフェンス時には QB に起用された。2010年1月16日のニューオーリンズ・セインツとの試合ではトミニ・クロジャース・クロマティとともに試合途中で負傷退場。 チームは14から45で大敗した。同年3月4日、カージナルスは彼に400万ドルのボーナスを支払うのを避けるため契約の見直し交渉をしていたが合意に至らず解雇され、その翌日にニューヨークジャイアンツと5年3700万ドルの契約を結びリーグで最高級クラスのセーフティーとなった。2010年6月には新本拠地となる。 メドーランズスタジアムの芝が滑るのでチェックをすべきだと ESPN の取材に対して主張した。第2週のインディアナポリス・コルツ戦で14から38で大敗した後、ラジオ番組でチーム批判を行った。この年もプロボールに選ばれた。2011年シーズン終盤、ニッケル要員とされた。彼はそれに不満を持ち対談したいと口にしたが、 ペリー・フェウェル・ディフェンス・コーディネーター、デビッド・メリット・セーフティーコーチの説得により、改心、チームは、第46回スーパーボールで優勝、初のスーパーボウルリングを手に入れた。2012年、第6週のサンフランシスコ・フォーティナイナーズ戦でに、インターセプトを挙げて、NFC 週間 MVP 守備部門に選ばれた。2013年、11月17日のグリーンベイ、 ハッカーズ戦では残り2分に、スコット・トルジーンからインターセプトを奪った。2014年、第4週のワシントン・レッドスキンズ戦で対勝した後、その前2試合で70得点以上を挙げた、カーク・カズンズが過大評価されていると語った。その試合で、レシーバー業種傾向のあるカズンズに対して、ロールを含む4人がインターセプトを奪った。 この年、87タックル、1ファンブルフォース、3インターセプト、9パスディフェンスの成績を残した。2015年3月、シカゴベアーズと3年1125万ドルで契約を結んだ。シーズン7試合に先発出場したが、MCL を痛めて11月より欠場した。2016年5月1日、契約を2年残していたがベアーズから解雇された。 同年11月7日、現役引退を表明した。歯に衣を着せぬ発言で知られているが、第46回スーパーボールの前には、大胆発言を封印した。2010年6月、ジャイアンツの新本拠地となった、ニューメドーランズスタジアムの芝について、滑りやすくいい感触が全くないと語った。いとこのチャド・ジョンソン、キー・ショーン・ジョンソン、ブライアン・ロール、マイロン・ロール、 サマリロールも NFL 選手となっている。ありがとうございます。